いやーでもすごいわよこれ。この人それで一日終わると終わるとあれだご苦労様ね、あれかになるな、うん、先ほどからですか、あの先出したのは日が落ちてから、うん、日が落ちてから、うん、まあ、6時にこっちから来てるパパ、それまではまだこういう状態、つぼみつぼみつぼみの状態、こういう状態ですねそうかそうか、これか本当だ、お父さんがすごいよね、いいね、くしゃみ出るね、いや、うん、こんなに咲いちゃったの、ね、色は白しかないですか、はいはい、えそうでございます、ね、他の色と、いやいやくだらないでしょ他の色はこのあるんですか、他の色ないと思うけど、デカビチンって言ったらもう一緒です、白ですね、うん、あ不思議ね、これ綺麗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 ピロリンって出てる、ね、綺麗ってね、ピロリンだもんね、そう、どうしてこういうふうなとこが急に出ちゃうの、いい匂いがするね、確かにいい匂いがするわ、あのこういう小さいのから大きくなるんですもんね、あのそこにつぼみがあるでしょ、はい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 、これでしょ、これ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 、何日ぐらいで発達して、やっぱり1週間やそこらはかかると思う、かかります、もっとかかると思う、これがもう1日経つとこういう状態ですね、うんうん、1日でこれ死んじゃうな、一晩でね、一晩で死んじゃうんでね、まあ花開いて一夜花でございます、そう見てあげなくちゃね、受粉はどうやってするんですかね、これハスにはね、あの蜂がいっぱい群がってたね、夜ね、はい、蜂は虫が結構ないじゃないですか、はい、そうそうね、だからもうこれをどうして繁殖させるんだろうと思うけど、うんうん、本当に素晴らしい、この去年ね、白いところ今年の春雪が降って積もったでしょ、はあ、だからあんなに焼けてね、ほぼ焼けてたんだけど、私切ろうかと思ったんだけど、うん、切らないで置いといたら回復したのよこれ、はあ、こんなとこ ね, ねこれね、こんなのまだ残ってるけど全部こんなになってたの、だけど回復したの、これ現在が大体ピークですか、まだ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 8月じゃないですか、うん、これだとね、そうそ う,、うん、そ う, そう、あのまだここにこんなのがちっちゃいのあるでしょ、うん、そうそう、これこういうのこれがこれ全部出ちゃう、これ出てくるのだって8月になったらもっと咲くの、こういうのが不思議ね、これだっても結構早い、ね、それはね、それはこれも、うん、その後がこういうのだと思うけど、ね、こんな赤ちゃんが、そうなの、いやこの匂いすごい、ねえ、本当にいい匂いが、はい。